まるくりポッドキャスト。まるくりポッドキャストは医療ブランディングとホームページ制作を行う株式会社まるが配信しているポッドキャストです。開業医の院長とそこで働くスタッフさんたちから寄せられたお悩みをもとに、院経営のあるあるやマーケティングのコツ、お役立ち情報、組織運営の失敗例などをお届けする音声プログラムです。皆さんこんにちは、丸の鎌形です。島田です。丸くりポッドキャスト第57回お届けしていきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、今日のテーマはですね、ちょっとお手紙をお寄せいただきました、はい、退職に関してのご相談です、うん、そのまま呼びますね、はい、退職してほしいスタッフがいます。周りのスタッフに影響が出ないように進めたいです、うん、何かあるとそのスタッフは私がいない方がいいんですよねという発言があり、退職を周りに言うといった流れです、うん、あ、辞めます辞めますってやつですね。で、退職するしないでこれまで 4,5 回はやり取りしました。結構多いですね、うん、今回はそうなんだねという話を聞くだけでしてみようと思っています。今までは人が辞めたら困るという気持ちがあったので、そんなこと言わないでねという引き止めをしていましたが、さすがに今回は引き止めることはしませんでした、うん、自分の気に入らないことがあるとそういった話をする感情的なところが少し難しいと感じたためです。また私自身の経営に対する勉強不足だとも痛感しました。ですので今回は退職を止めず、既存のスタッフへの影響も配慮しながら退職を進めたいと思っています。もしもこの次に私辞めます等の退職の話をしてきたら、具体的な日取りまで決めようと思っています。何か事前に注意する点などがあればアドバイスいただけると助かりますとのことです。具体的です。はい、すごい言いにくいですねこれは、なかなかね、まあ、院長の気持ちを考えると、いろんなことがきっとこれまで 4,5 回という話でしたので、うん、あったんだろうなとも思いますし、うん、何か踏ん切りがついてよし次こそはという思いがあるのかなとも思うんですけれども、うん、さあ鎌形さん、はい、この手の相談来ました、うん、ありますよねこれまでもこういった悩み、まあ、ありますよねというか、ほぼほとんどのクリニックに限らずですけどね、組織の中では一度や二度はこういうケースがやっぱり起きてるんじゃないですかね。よくあるのが、こう辞めますよ私のこの、うん、なんて言うんでしょう、交換条件、私辞めますけどいいんですか、うん、院長みたいなのをどう対処するかっていうのが、うん、そうですね、なのかなっていうとこと、やっぱそういう人に対しての態度、うんいや、その接し方が周りも見てるっていうのもポイントかなと思っていて、うんうん、あ、また言ってるよこの人辞めるって、うん、あ、でも辞めんのかいっていう話じゃないですか今回のって。そうですね、でも、あ、次、あ、辞めるんやいっていう、うん、周りから見るとね、うん、あ、院長今回止めなかったんだ、うんうん、まあ、この段取りがあるわけなんですけど、はい、はい、これどこからいきます、もういろんな論点がある気がするんですけど、うん、でも結論から言ってしまうと、もう覚悟決めたら動くしかないんですよね経営者が、うん、この人辞めさすってなったら、はい、動き始めるんですよ全て。まあそうね、うん、結局辞めても回ることの方が多かったりするんですよね、うん、で医療機関さんの場合は特にこう患者さんが来るビジネスモデルなので、うん、人がいないとどうしても、具体的に言うとレセプトが回らないとか業務処理が終わらないとか採血が回らないとか、うん、そういうことが起こっちゃうから人材を入れときたい、うん、保険としてね、何かあった時、うん、人も休めなくなっちゃうし、コロナになったら困っちゃうしスタッフも、うん、みたいなところがあって、こう覚悟を動かせれないっていうところがあると思うんですよね、うんうん、で、じゃあ覚悟を決めるには何が必要かって、多分段取りがいろいろあるんですけど、はい、とにもかくにもこれから日本の将来を考えても、うん、人に依存しない体制作りっていうのは必須になってくると思うんですよね。医療なので人が関わるものなんですけども、やんなくていい仕事やってたりとか、はい、うん、結構現実
見ないで、なんとなく人がいっぱいいるけれども、うん、減ったら困るからっていう意味で穴を埋め的に採用してたりすることもある、うん、でも本当は5人じゃなくて3人で回る業務をわざわざ5人で回してたりとかね、うん、そういうことは結構あったりします。そうだね、覚悟っていうところに確かに尽きるお話ではありますね、うん、ちょっと話の腰を折っちゃうかもしれないですけど、その辞める辞めないっていうのを何回も繰り返しちゃうってことはやっぱり院長の恐れというんですかね、辞められたら困っちゃう、患者さんの対応できる人いなくなっちゃうってその恐れにやっぱりつけ込まれてると思うんですよ、うん、辞められたら困るでしょっていうようなところだと思うので、本当に最悪の最悪っていうのをこう想定したときに、例えば仮にですよ、10人ぐらいの規模の先生で奥さんも入って働いてますとなったときに、もちろん幹部の人たちもいるのかもしれないけど、奥さんとじゃあ院長以外の全員がいなくなったとしても、まあやれるわなって本当最悪の最悪を想定したときに思えたら恐れはなくなる気がするんですよね。実際辞める辞めない詐欺の人が辞めたとして、その後を考えていってほしいんですけど、その場合どういう風になるか、あ、じゃあここの曜日の部分が手薄になるな、じゃあここを例えばちょっと診療時間を一時的に人員不足のため診療時間を短くする場合がありますみたいな対応を例えばするとして、じゃあそれで来れなくなったとして、それが半年間ぐらい続きましたってなったとしても、ある程度減収はするとは思うんです。売上下がります。売上も下がって、うん、でもしかしたら借り入れはねまだ途中でその返済とかも進んでいきながらっていう中で、ある程度ご家庭のね、例えば何か入り用があったりして金銭はちょっと確保しなきゃいけないっていう状況もあるのかもしれないけど、最悪の最悪、じゃあ蓄えを考えた時に、これ別に2人になって稼働できなくなったとしても1年2年ぐらいはいけるなっていう見通しが立つんであれば、あんまり怖くないと思うんですよ。そうですね、はい、まあ、いや怖いっていうか困っちゃいますよ、やっぱりそうならない方がいいんですけど、でも最悪の最悪そうなったとしても大丈夫ってちゃんと想定までしてみた時に、あ、まあいけるなって思えてたら、いろいろその目先のそういう不安とかっていうのもある程度は軽減できると思うんですね。でそこで、あ、まあいいんだと、最悪の最悪みんないなくなっちゃってもいいんだと本当はなってほしくないですよ、うん、なってほしくないけど、でも自分の中でそういう納得が得られたんであれば、もう全然隙はなくなると思います。そうですね、やっぱり10年いろいろやってて思うんですけど、はい、うん、経営して恥をどんだけかくかなって思ったことだと思うんですよね、うん、なんかあるね、クリニックさんが LINE で、LINE 発信でね、うん、一斉退職したので診療日を短くしますって発信してたクリニックさんがいたんですよ本当に、はい、あ、この先生すごいなと思って、ちょっとあのエッジが効いた先生なんですけど、うんうん、そこまでさらけ出せるってすごくないですか。逆に LINE で何百人登録者数いるんですよ、それをメッセージで、看護師部門が急に3名辞めたので、うん、診療時間を短くしますって、うん、これかなり勇気がいることだと思うんですよ、うんうん、どう思われるかって考えたら、ね、確かにね、だけどそれをいい意味で恥をかきつつ、あ、ここ採用困ってるんだって、うん、もしかしたらそれがチャンスになるかもしれない、うんうんうん、で捉えたら多分そこは覚悟が決まった発信ができると思っていて、うんうん、なんかそこかなって、つまりはそうですね、恥と思うかチャンスと捉えるか、うんうん、このご自身の今のこのお便りにも、はい、ご自身勉強不足だと痛感したって書いてあったので、うん、じゃあそこをチャンスに変えるっていうのは大事かなと思ったんですよ。そうですね、本当そうだと思いますね。すごいですよね、はいはいはい、すいません、どうぞ、ね、退職問題、うん、まあはい、話は尽きないんで戻すと、うん、現実ちょっと整理していくと、じゃあ有給残りどれくらいあるか、はい、まあ、その人が常勤なのかパートなのか分かんないですけど、うん、っていうのがそれ一つと、はい、そもそもあと院長の覚悟、いなくても大丈夫だと思えるか、うんうん、とあといないと困ること何か、ここ大事で、はい、これが結構整理できてないまま、なんとなくいなくなると困るよね、うんうん、まあ、これがブラックボックス化された業務が結構多いとか、うん、その人しか分かんない発注が多いとかね、うん、そういうのがないかとか、はい、あとはその人がいることによる影響といないことによる既存スタッフへの影響、うん、
もどれくらいあるかなとか、うん、とあと結構医療機関の先生盲点になっているのが就業規則、労働条件通知書、うん、はい、ここの管理ができてなくて、うん、就業規則を退職するスタッフがここに書いてあるじゃないですかみたいな感じで揉めるっていうのも結構ある、うん、そうですね、ですよね、そうですね、ここね結構忘れがちなんですよ、うん、就業規則に書いてあるんじゃないですかって。就業規則ってあの入社するときとは退職するときしか大体見ないですからね。そうですね、はい、あと本人が辞めたいっていう日が本当にそれが OK なのかっていうのを冷静に受け取ってほしいんですよね、うん、例えばよくあるのが年度末で辞めますとか、うん、3月末ね、はい、に辞めますとか、うん、今年中に辞めますの12月末とか、うん、まあ、区切りがいいじゃないですか末って、うん、なんとなく、そうですね、だけどそれが逆に組織にマイナスになることってあったりするんですよ、うん、もうその人が残ってるだけで他のスタッフが疲弊してるとかもうすごい辞める辞めるってみんなに言って、私も辞めるからね、うん、もう関係ないからみたいな態度でずっといられても困るわけじゃないですか。そうですね、そこの影響をちゃんと考えて、うん、院長先生素直に あ3月末ね、うん、OK みたいな感じで受け取るのは結構危険だと思います、うんうん、話し合って決めようねって止めるとか、引き継ぎとか今後のことも一緒に考えたいと思うので一旦は日にちとか目処は分かったんだけど、その具体的な日はもう一回改めて話し合わないっていうような形で話した方がいいと思います、うんうん、もう退職届受け取ってしまってな OK ってしちゃったらね、その日で確定しちゃうので。そうですね、はい、まあ、もろもろね順番っていうのもやっぱり大事になってきますよね、この退職系はね。そうなんです、やっぱりその退職するって、まあ、そもそも退職する退職するって言わんくてよくないですかって私は思っていて、だってその人の人生で、うん、あそうなんだって周りはそうやって言うしかないですし、誰を引き連れて辞めたいんですかっていう話じゃないですか、うん、そうですね、誰かを巻き込む必要ないわけですよね、うん、退職、その人の人生のプランがたまたま退職という手段であって周りの人も一緒に、うん、じゃあ行こうっていうことではない。そうですね、影響力を与えたいっていうことの裏返しだと思ってるんですよね、うん、爪痕を残したいのか困らせたいのかわからないですけれども、うん、そこは結構気をつけないと、うん、残ったスタッフ残った院長みんながふうってこう落ちてしまう、これね、うん、もったいないなるんですけどね。そうですね、せっかく時間を割いて教育をした人が辞めるっていうのは悲しいことなんですけれども、うん、そこに乱されてはいけない。そうですね、だいたいそういう状況になると組織全体としてはやっぱり生産性っていう側面で見てもあんまり良くないですよね。なんとなくその方々に腫れ物に触るような空気感があったりとか、職場の中がピリついてしまってたりとか、でそういうのって患者さんにも伝わるし、で結構気にしてない気にしてないと言いながら院長のメンタルに来たりとか幹部のメンタルに来たりとかしたりもするので、知らないうちに虫歯まれているみたいな、見えないストレスって結構あると思う。ありますよね、例えば退職する人がいるから、うん、この話題は本当はねお疲れ会したいのにできないとか、うん、そういう変な気遣い本来しなくてはいいことが怒ってたりとか、そうですね、残った人が結束するために必要だったことができないとかっていうのはもったいないかなって思います、うん、そうですね、うん、これもだから女性組織あるあるなのかな、いや人類あるあるっていうか人類あるあるですかねそれはでもやっぱその退職する理由の日付は注意した方がいいかなって私は思いました、うん、これまで、うんうん、社会保険を引っ張りたいから日にその日にしてるっていうのもね、うん、あったりとか、はい、感情的に辞めてる人もいれば、うん、次の就職先の内定が来たら辞めるっていう人もいるし、うんうんうん、そうですね、そういうこともあるので、はい、冷静に書き出した方がいいと思います、まあ、そうですね、こういうのってそうです、ね、有給の日にち、うん、残る人員、うん、あと経営的にと人件費、社保、うんうん、あとその退職に伴う手続きを誰にしてもらうのか、うん、一応一人でやるのは結構しんどいですよここら辺、うんうん、あと辞めた後の貸したものの引き取りとかロッカーの鍵だとか、うんうん、もうほんと細かいこといっぱいあげたらキリがないんですけど、うん、やっぱそこを整理した上で
落としどころを決めるっていうのが今回の注意点だと思います。そうですね、そうですね、うん、あと話聞いてて一個だけいいですか。どうぞどうぞ。アドバイスというよりは今後こうなりますって話なんですけど、はい、今チャンスなんじゃないかなと思います、この今の状況。あ、このご質問者様の、はい、状況っていうのか。そうですね、そうですね、やっぱり退職するっていうことに関して退職されるまでの期間と辞めた後の体制とかを考えるとクリニックにとってはマイナスって思うかもしれないけど、結果的に長期的に 2,3 年経った後に振り返った時に、あ、これがあったから組織の体制かなり強固になったねとか、あ、これがあったからいらない仕組みとか全部改善してとてもスリムになったねとか、これがあったから組織の風土めちゃくちゃ良くなったねって絶対なるので、だいたいクリニックのマネジメントの部分だったり経営のそのレベルアップをするときってこういうことが起きるんですよ。人が辞めるとか何かトラブルが起きるとか、やっぱりそういうケツに火がついた状態ですね。要は人を辞められたら困る、辞めた後にどうしよう、でもこういう追い込まれる状況になった方が人間頑張るんですよね。それは院長自身も、あ、どうにかしようって思って採用の例えばね戦略しっかり考えたりとか、今後同じことが起きないようにするためには採用の入り口どうしようかとか、入った後の教育体制どうしようかとか、あとはオペレーションの部分みんなでどうする、人が一人足らないんだけどどうやって回すみたいのをみんなが尻に火がついた状態で話し合うじゃないですか。やばいってなるんで、こういう時にこそ改善が進むんで、いや、めちゃくちゃチャンスだなって思います。そうですね、そういう時丸に相談いただく先生を、ね、なんか今ふと思い出しちゃいますね、はい、まあ、なんか結構そうだなと今ふと思い出したんですけど、はい、うん、覚悟が決まって、うん、もうこれ繰り返したくないってもう本当に思った先生って結構相談いただきますね、うん、その時に。まあそりゃそうですよ、いつもね、それはそうですよ、だって丸みたいな会社にさ、ある程度の費用を払ってさ改善しようって思うにはそれなりにこうなんでしょうね、もう二度とこれしたくないわっていう思いがないとなかなか相談をするっていうのもハードル高いと思うんですよ、実際のところね。そうですね、うん、だし、あの開業クリニックさんの規模と平均的なところでいうと10人ぐらいの組織だから、はい、やっぱその1人の退職が大きいんですよね、影響力が、うんうんうん、これ100人いた中の1人だったら全然違うかもしれないんですけど、うん、やっぱ10人の中の1人、しかもそれが有資格者だったりとか結構重い仕事を持ってたりとか、うん、すると余計に影響力大きい、かつ院長がいないところで起こっている影響力が大きいと思うんですよね。そうですね、診療室で起こってないこと、うんですね、なんでそこを聞くチャンスにはなりますね、実際に、うん、そうですね、もしこのご質問者様がいいきっかけにするんだったら、うん、具体的にアドバイスすると、いや今回の退職はいろんなことを勉強させてもらったと、うん、だからちょっと一回見直したいのでみんなの意見を率直に教えてほしいっていう意味で入っていくと、うんうん、まあ、なんか印象変わるかもしれないという、確かにね、周りからの見られ方で、うん、まあ、そういうタイミングって女性本能くすぐることもあります。そうですね、確かに確かにくすぐられなかったらごめんなさいなんですけど、うん、あ、先生がこれまでの先生がなんか違うと違うとすごい本気で頑張ってるんだって確かになってますね。そういう時の、ね、救いたい気持ちの女性は優しかったり強かったりたくましくなりますよ。うん、そうですよね、うん、院長がそこまで言うんだったらちょっと変わろう、自分たちもちょっと協力できることやろうとかってなる人もいたり、うん、いなかったりですね。そこは分かりませんけれども、うん、何かのチャレンジになる、乗り越えられない壁はないと言ったら嘘になるかもしれないですが、うん、でも覚悟が決まったということは次に進むことが多いのかなと思うので。そうですね、はい、しっかりとここで向き合った分だけ後で明るい未来が待ってると思いますから。そうですね、はい、採用しても次の人採用しなきゃですぐに何も振り返らずに次に行ってしまうとまた同じことが 2,3 年後にまた起こりますからね、うん、それをしないために一回立ち止まる勇気、はい、覚悟を持ってやっていただけたらと思います、はい、ということで今日は退職する
スタッフに対する際の注意点、はい、お送りいたしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では株式会社マルへのご質問をお待ちしております。株式会社マルのホームページにあるフォームよりお申し込みください。 URL は www.maru-magoya.jp maru-nagoya.jp です。それでは皆さん、またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。